Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Sky ist am Start, ganz eine kleine Runde. Let's play Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Und wir gehen in den Story Modus und drücken. Aha! Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. ため陸道戦に羽衣に授けられし力をもって第四次忍界大戦最後の戦いが始まった。 Okay. Ach, so weit haben wir doch schon gespielt. Ah. Er hat mir nicht gefrühstückt. Bin aufgewacht. Hab Dingens aufgenommen. Das heißt Halo Wars. Mit einem VT dran. Von daher entschuldigen, wenn ich ein bisschen was esse. Keine Sorge, es wird keine Schmerzgeräusche während der Videosequenzen geben. Okay, okay. Der letzte Kampf gewinnt. Der Wind heult, der Donner grollt. Okay. 33 Minuten geht das jetzt. Dann wollen wir mal gucken, wie viel wir davon kämpfen. あの男がいないな。消し済みとなって消え失せたか。激魔世先生なら俺が助けた。助けた？どういうことだ。自分でも不思議に思う。今なら全部を変えられそうだ。 何かが起こったようだな。お前に。だが結局は何も変わらぬ。お前では俺を倒せん。俺は陸道の。バーガー。俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前をな、まだら。 Er hat einfach das Rinnegan zusammen mit den trainiert. Ich meine, das Rinnegan und das Sharingan zusammen in einem Auge. お前は死んだわけではない。ここはお前の精神世界。今はうつつとあの世の狭間にいるとでも思っておけばよい。じいちゃんってわ。わしはチャクラだけでこの世を漂い、世代を超えて忍衆の行く末を見届けてきた僧侶。なお大筒木羽衣。 そして忍衆の開祖にして陸道仙人とも言う。え、最初に忍術を作ったあの、あのさ、
あんたが仙人なら聞きたいことがいっぱいあんだけど。質問は後だ。まずはわしの話を聞いてもらおう。いや、お前は聞かねばならない。それがアシュラの生まれ変わりであるお前の義務でもある。は？アシュラ？一体何のことだ？ともかく一から話す。わしの息子と母についてもな。わしの母である大筒木かぐやは遥か遠い場所からお前たちのこの地に来た。真珠の実を取りに来たのだ。お前たちもこの戦争で見たあの真珠、そのチャクラの実だ。かぐやはその実を喰らい力を得てこの地を治めた。しかし強すぎる力は圧力を生む。結果人々は母をウサギの女神だの鬼だのと呼び崇め恐れた。ある時かぐやは二人の子を産んだ。そのうちの一人がこのわしだ。わしら兄弟は母の残した罪をあがなうため真珠の化身である十尾と戦った。身を取られた真珠はそれを取り返そうとして暴れていたのだ。激しい戦いだった。わしらは傷つきながらも辛くも勝利を手にし十尾を己に封印することができた。それからしばらく時が経ち、わしも二人の子供を授かった。兄をインドラ、弟をアシュラと名付け忍衆を教えたのだ。二人ともわしの子ではあるが、そこには大きな差があった。わしの強いチャクラを持つ遺伝子とそうでもない遺伝子。兄インドラは本当の天才だった。何でも一人でやり抜くことができ、己が他人とは違う特別な存在なのだと自負していた。逆に弟アシュラは何をやってもうまくいかず、一人では何もできなかった。それゆえ努力を惜しまず仲間に協力を仰いだ。周りもアシュラに応え、そこに我が生まれた。わしは弟アシュラの生き方に新たな可能性を垣間見た気がした。故にわしは決めたのだ。アシュラを忍衆の後見人とすることだが、インドラはそれを認めなかった。そしてこの時より長きにわたる争いが始まったのだ。確執はインドラとアシュラの争いだけでは終わらなかった。肉体が滅んでもチャクラは消えることなく時を置いて転生した。幾度となくな。ナルトよ、先ほどわしはお前をアシュラの生まれ変わりだと言った。つまりはそういうことだ。そしてもう一人のインドラの転生者、それはサスケ。その通りだ。インドラのチャクラはサスケに宿っている。柱間たち前任者から息子のチャクラはお前たちへ。何十年何百年経った今でも兄弟の争いは終わっていない。おじいちゃんはずっと自分の子供の兄弟喧嘩を見てきたんだな。まあそうなるな。そっか。
衆においてチャクラは個々をつなげる力と説いた。だが母カグヤはチャクラを個一つのために持ち、力によって世を束ねた。力による統治はただの暴走だ。故に母は恐怖の対象となった。その行いは今のマダラに通ずるものがある。このまま奴がさらなる力を手に入れれば、いずれわしはお前にマダラを止めてほしいと思っている。境遇もその意志も、これまでの転生者に比べてお前からは特異なものを感じる。だからこそお前の可能性にかけて。Serie wusste Naruto, dass er Chakra von seinem Sohn hat. わしはすでに持ってるぜ。クラマ。俺もだ。ハッツァン。なんで俺の中にいんだ。オビトのやつがな、視覚と俺のチャクラの一部をマダラから引き抜いたんだ。お前に足りてねえ美獣の力をちゃんと分かってやがったぜ。足りてないって。忘れたのか。お前は以前視覚と牛気以外のチャクラをもらい受けているはずだ。あ、あん時か。そういや前に美獣のみんなからチャクラを分けてもらったことがあった。いろいろあったが、これで全ての美獣が集まったわけだ。約束の時が来たってことだな。ナルト、お前はやはり皆の協力を得る魅力があるようだな。そんな贅沢に必要。再び、イソブ、孫悟空、国王、蔡健、長明、牛鬼、クラマ。ナルトよ、お前は何がしたい？この戦いの果てに何を望む？アシュラの転生者だとかなんだとか、これってばバカだから、まだなんとなくしかその意味は分かってねえけど、仲間がどういうもんかは知ってんよ。俺はそれを守りて、それだけだ。それがお前の答えか。ああ、かつて弟アシュラに全てを託したがため、それが災いの起源となった。この旅は兄インドラの転生者であるお前にもわしの力を託そう。これから先がどうなるか、それはナルトとサスケ、お前たち次第だ。俺とサスケは本当の兄弟じゃねえけど、仲直りはできると思うんだ。俺たちかなりの友達だから。さあ、利き腕を出せ。このウチハマダラをケオスほどとはな。恐れを抱く小さき者よ。声が。我を取り込め。真珠を、十尾を、すべて取り込め。さすれば無限の力を貴様に与える。
さか真珠そのものが俺に力を与えるとはな。渦巻きなると内葉サスケ、俺はいわば完全なる不死、永久を手にした。貴様らがいかに力を得ようと俺には届かぬぞ。やってもねえのに勝手に結論付けんじゃねえよ。よかろう、ならばこれが最後の戦いだ。Okay! Anscheinend dürfen wir jetzt langsam mal.